はい、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。今回は先編み動画の72番のリバーシブル編みのスワッチをアレンジしてチクチクしないミニマフラーを編んでいますのでご紹介します。糸はセリアさんのエンジェルコットン綿 100% をカラーナンバー14番と10番を一玉ずつ使います。このような色合いですね。そしてこちらの反対側の方の色はセリアさんのミリフィムソックヤーンをカラーナンバー7番1.3 玉ぐらい使います。そして仕上がりの幅はだいたい13センチ、ここが13センチと長さが96センチぐらいに仕上がります。首元にくるっと巻いて軽く巻く感じで使おうと思います。順毛毛糸などで襟元がチクチクして苦手な方にはいいのかなと思って作ってみました。こちらの方がコットン 100%、 こちらのミルフィルムの方がアクリル 100% です。なのでどちらを出しても多分チクチクしないと思うのでこれで編んでみました。そして長編み方としてはリバーシブル編みで編んでいます。で、今回のリバーシブル編みはこちらにグラデーションが出るので普通のメリアス編みで編んでいっています。ですのでこのように両方を開くとこのように離れています。技術的にはそんなに難しくないと思うので基本的なこの最初の編み方等は72番、73番、4番あたりの動画を参考にして編み始められてください。そしてそのままずっと希望の長さまで編み進んでいきます。はい、そして棒針はダイソーさんだかセリアさんだか忘れてしまったんですけどこの竹製棒針15センチ5本入りの 3.5 ミリ4号ぐらいの太さだと思いますがこれを2本使いました。参考にしてください。はい、そして希望の長さまで編んできたらこちらの方のエンジェルコットンの方の糸が少なくなってきたら最後の内編み分をこの最初のスタートの分4段分ぐらいですかね残してガーター編みに入ろうと思います。ですので一辺がこの幅の3倍かける段数そして最後の閉じる糸をこの一色でしようとするとまたそれをこの幅の3倍かける3倍で取り置きして考えて終わりにしてください。で、私はだいたいその分のこの残りの糸を避けたら軽く結んで印をします。そしてそこから編める分だけ編んでいきます。そしたらここでもうガーター編みに入ります。
片編みは2本一緒に編んでいきます。そして綺麗に仕上げるためにはこのアタッチメントを使っていきたいと思います。それではここからガーターに入ります。まず滑らせます。スライドして滑らせます。この糸がねじれているのが気になるので直します。はい、ではこれで、そしたら3目ほど、まずここでこの端の分のガーターを編みます。それで74番の時に紹介したんですけれども、ここをこの糸がねじれない方が綺麗なので、その方法をやって、最初の方はこのように比較的揃って綺麗に出ました。こちらもで、その方法をもう一つの方法をやります。前回の74番の動画の時にはこのようにすくって、ここでねじれを防ぎながらこうやってすくいました。こうして、それも一つなのですが、もう一つの方法として、この2本一緒に次からガーターをやるんですけど、こういった時にこう取るのではなくて、指が流れ的に中指で向こうに糸を押すという習慣があるんだったら、このまま押してこう取った方がいいかもしれないというやり方です。そのあたりは皆さん工夫されたらいいと思うんですけど、この場合はこの下の糸と反対に糸を出して、このねじれる中指で手前の糸を押すっていうこの習慣を利用して、このようにやる方法もあります。こうやって押して糸の向きを揃えるっていう方法もあります。ただこの場合は前回お知らせしなかった理由として、こちらのテンションの張りがある程度ないとそれができにくいからしなかったので、今回はそれもちょっと言っておきます。こうして中指で押してかけます。この方が作業的には楽です。ただここのテンションが一定に保たれるかどうかっていうことで、やりやすいかやりにくいかになります。テンションが一定に保たれるようであれば、こちらの方法でも綺麗に編めていきます。このようにして編むと綺麗に並んでいきます。このテンションの針が一定にやるのが難しかったら、最初に提案したこちらの方でやってください。どちらでも綺麗にできればそれでいいので、またもっといい方法があればそれもやってみられたらいいと思います。はい、このような方法で必要段数ほど編もうと思います。はい、そしたらガーター編みを4段編んできました。だいたい糸の流れが揃うようになりました。こちらも比較的綺麗な流れになりました。そしたら最後の伏せ止めに入ります。伏せ止めはこちらの
ベージュだけでして、スタートのこのような色合いにしたいのでベージュだけを使います。そして最初に取っておいたように、これの3倍取ったので、この端糸を糸始末ができる程度残したら、10センチか15センチ残したら2つに折ります。今度はこれだけの2本取りで伏せていきます。はい、そしたらまず滑り目して糸を向こうにやるんですけど、ここでここが裏編みになっているので、このまま裏編みをしていきます。2本同時に取って裏編みをしていきます。でここで最初の目をここにかぶせて伏せるんですけど、その時このブルーの糸が気になる場合は、このかぶせるときに こちらのブルーの糸を引いて見えにくくするか、前の段のところでブルーの糸を内側に入れておくか、または前段でもう2本ベージュで編むかするような方法がいくつかあります。少し戻って前段でやろうと思います。ですのでこの一つ下の目を取って一目戻って前段で色変えしておこうと思います。いろんな方法があるので、その時にどの方法をするかはその時に選択していってください。はい、ではここで肩の一番最後の最後の目で2色を一緒に同じ色で終わりにして、次に伏せ止めに入ります。方法はいろいろありますので、その時々好みのやり方でやってください。はい、最後の伏せ止めです。滑らせて糸向こうで、裏編みなので裏編み でこちらの一目目をかぶせます。一目目を編む場合もあるんですけど、今回ずっとここを滑り目で来たので、そのままの流れで行こうと思います。裏編みで、今糸がこちらが緩んでいるので揃えたいと思います。はい、揃いました。揃ったのでこちらをかぶせます。伏せ止めです。裏編みして
1つ手前の目をかぶせて伏せます。はい、大丈夫そうですね。じゃあこの感じで端まで行って終わりにしようと思います。はい、そして一番最後の目は下の目をこちら向きに編んで端だけですね、こうやって編んで、それから伏せ目します。はい、はい、3倍の3倍の糸でちょうど良かったです。心配な方はもう少し長めに残されてもいいかと思います。ぴったりになりました。はい、はい、ではこれで糸始末をしたら完成になります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む先編みでした。またお会いしましょう。